この夏に水戸ホーリーホークから加入した平塚です。大きな展開で常本を使います。落としに鈴木優馬、うまくターンした。鈴木優馬切り返し、鈴木優馬こぼれ球決まった。リフレクションネットを揺らしました。鈴木優馬真っ先に岩政監督と抱擁です。